アーセナルの未来明るい。シティとの熾烈な優勝争いに敗れ惜しくも2位で終えたアーセナルは、来季もシティの対抗馬の一番手として挙げられることが予想される。その根拠となっているのがアーセナルのメンバー構成だ。若手メンバーは次の通りとなっている。非常に主力が若いメンバー構成となっており契約延長もしているため、来季も主力は変わらずにタイトル争いに臨むことができると想定される。最終節で逆転優勝に望みをつなぐ起死回生の同点ゴールを放った冨安は、ディフェンスラインのポジションをどこでもこなせる。能力を持っているため欠かせない選手として活躍が期待される。うちはピークを迎える選手たちが中心になっていて、すでに89ポイントのシーズンを送り、クラブ記録の勝利数も塗り替えた。今日は胸が痛いけど、今後の5年間に向けて打つほど展望が明るいクラブはないよ。このチームにはまだ多くの年月と多くのタイトルを獲得するチャンスがあるんだ。シティと2ポイント差は決してやらかしたわけじゃない。進歩を遂げているこのチームを心から誇りに思う。あまり不満を言うのは難しいね。素晴らしいシーズンだったし、来年が待ちきれない。シティはベテランも多いし来季力関係逆転するよ。良い夏のビジネスを行った後、次のシーズンは俺たちのものだ。冨安は素晴らしかったと思う。ティンバーが戻ってきたからディフェンスの補強は必要ない。冨安はうちのどのディフェンダーよりも多彩だ。うちの全ての守備的なポジションで代わりを務め上げ、高いレベルでプレーできる。冨とティンバーの共存は今シーズンがどのような展開になる予定であったのかを正確に示してくれたよ。うちにはもうディフェンス必要ないと思っている。世界トップレベルのディフェンス陣だしね。冨安は来季も健康でいれくれ。能力には何の心配もしていない。ティンバーも冨安もいるのは大きな武器になる。右ティンバー、左冨安が最適解になりそう。やっぱり最終ラインは機動力大事。結局ストライカーはどうするの？ハバーツは後半戦は MVP 級の活躍したからね。遺作とかは取れないだろうし、ハバーツでいいでしょ。ストライカー獲得してハバーツがベンチに行ったり来たりでまた自信なくしちまわないか心配だ。サリバが心配だ。ユーロ終わったらオリンピックにも借り出されるだろうからボロボロになりそう。アンカーの補強失敗したら優勝争いできないから超大事。選手としてもピークはこれからの選手が多いからマジで来季以降楽しみ。あと1ヶ月で誰取るかは大体わかるだろうし、とりあえず今は静観だな。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。